仏何万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 仏たとえ我仏を得たらんに巧妙よく元量ありて死も百千億なゆたの諸仏の国を照らさざるに至らば奨学を取らじたとえ我仏を得たらんに寿命よく元量ありて死も百千億なゆた功に至らねば奨学を取らじと。 ナンマンダブツナンマンダブツナンダブツおはようございますよくお参りにくださってありがとうございます今読まさせていただきましたのはですね阿弥陀様が立ててくださったですね十二願と十三願ね光明無量寿命無量というところですね阿弥陀様は光が無量にあり寿命が もう無料にあるというねそういうところなんですが、えー、先日ですね、えー、質問をいただいて、えー、そのことにね、えー、対して、えー、このことでお答えしたのでもう少しお話したいと思うんですが「えー、阿弥陀様はね、えー、何をしているのか日頃私たちの生活で何をしているのかな」というね質問を受けたわけなんですね。 えー、カトリコとかね、えー、他の神様方ねたくさん他の宗派もありますが、えー、守ってくくださるいいうのをよく言いますね、えー、交通事故に遭いそうになったところを助けてくれたとかねもう自分がすごい人間関係で困っててどうもならんかったところにな神様の、ね、助けがあったとかねものすごくまあ 具体的にねあるけれども阿弥陀様はそばにおられるというけれども一体何をしておられるのかなとねそういうことでしたね。でその一つのね大きな答えがこの光が無料にあり命が無料にあるとそこが一つあると思うんですね。 皆さん光今ねこっちから差してますね暖かい暖かいですね光があるっていうことはただ明るいだけじゃなくてね暖かいねそして熱があるんですねから私たちが生きていくためにどうしても光が必要ですね食べるものが育つにも私たちが暮らすにも 寒かったらどうですか？光がなかったら、ね、阿弥陀様の光にね照らされることによって私たちね生かさせてもらってるんですね。いろんな植物が育って、それが私たちの口に入るのも光のおかげですね。これがなかったらもう生きていくこともできないわけなんですね。そしてもう一つですね大きなこととして。 光というのはどこにでもね届くとね届いていくんですねで光届きます無料だからねここにね電気がたくさんありますね電気がついていますこれはでも時間が経ったらね一個ずつ消えていくんですねな取り替えないといけないワット数が足りないね取り替えないといけないとなると私たちその時照らしてもらえないことになりますね。 太陽とか星とかねいろんなものがありますが必ず限りがあるんですね。でも阿弥陀様の場合は無料常にあるそしてどこでも私たちがどこにおってもどんなに私たちが隠そうとしてもこの心の中までも隅々までも照らされるのでああ恥ずかしいなという心が起こってきたりね。 そういえばああいうことがあったなという気持ちが出てきたりとかあるいはものすごいね怒る怒りの心とかね、ああまた欲しい欲しい思ってるとかそういうことが照らし出されてくるんですねそういうことによって私たちが、えー、文法できるわけなんです光があるおかげでねそして、えー、命の方ですね無料に命がある 命がたくさんんあるんだ、ね、ただ聞いただけだったらそんだけになっちゃいますけれども命をねたくさんあるっていうのはね少しの命だったらね私たち生きていくのにねお米でもね、えー、パンでもそうですね小麦でほ、えー、他にも私たち生きていくのに楽しみが必要ですね。 ただ、食べるだけじゃなくて美味しいものがいい。おやつもいる。お酒もいるね。できたら美味しいもんがいい。いろんなものが命なんですね。で、その命となってくださっているのが阿弥陀様なんです。ね、もし限りがあったらね。あ少なくなってきたな。そろそろあげられへんなということになりますね。でも無料にあるからいくらでも差し出してくださるんですね。 もうあなたが生きるためあなたが仏法を聞くのにね命がいるでしょうと最初から分かっておられるんですねあれが食べたいこれが食べたいあれは嫌やとそのためには無料の命がいるということが分かっておられるから最初からねこういう願いを立てられたで無料の命になられた、ね、無料事物っていいますね。だからね私たちを、ね、育むことが でできるんですねだからこの「阿弥陀様なし」にはね私たち生きていくのを助けてもらうどころかこうやって日々ね生きていくことができないそういうねことなんです。生かされて生きるとね簡単に言いますけれどもそこにはねこんだけ深いね阿弥陀様のね最初から計画があるんですねこうううしないとダメであろうといととでろね。 願を立てて願いを立ててくださったこれが十二願十三願ねですけれどもこういう願いを立ててくださっているのは阿弥陀様しかいないんですねお釈迦様が一番有名ですね皆さんの中でね他にも仏様たくさんおられます立派な仏様だなでも聞き始めとかねどうですかどの仏様もね ありがたく思えてね、そんなにね、あ違いがわからなかったり、あるいはこの地球で生まれたお釈迦様の方がね、えー、よく知ってますね。で、花祭りがあったりね、あのお話をね、こう馴染みが深いかもしれない。でもお釈迦様はね、こういう願いは立てておられないんです。お釈迦様は私たちを救うためにこういうことをしますよと言われていないんです。 が私たちが救われるには阿弥陀様しかおられないそして、えー、本当にねここまで思ってくださる本当の親なんです本当のお母さんなんですそのことをね、えー、深くね皆さんに知っていただきたい、えー、本当の親様ねそれがどういう方なのかこんなにも考えてくださっているのだということをね 知っていただきたいなと思いまして今日は、えー、光明無料寿命無料のね阿弥陀様のお話をいたしました、はい、最後に、えー、ご文章を、ね、読ませていただきます 近頃諸国で親鸞聖人の見教えが様々に異なって伝えられているのは嘆かわしいことです浄土真宗では他力の信玄によって凡夫が浄土に往生させていただくのですがその信心を解かずに阿弥陀如来が実行の昔に私たちの往生を定められたのを忘れないのが信心だという者がいます。 これでは阿弥陀如来に奇妙し他力の信心を得たということにはなりません。如来が実行の昔に私たちの王女を定められたということを知ったとしても他力の信心のいわれを知らなければ浄土に往生することはできません。また阿弥陀如来に奇妙するといっても善知識がいなければできないことなので ただ全知識を頼みとすべきであるというのもものもいますがこれも間違っています。全知識というのは他心なく阿弥陀如来に奇妙をしなさいと勧める人のことだからです。そこで祝禅全知識・光明・人名号といいう五重が立ててられていますこのことが成就しなければ浄土に往生をすることはできません。 ですから、全知識は、阿弥陀如来に奇妙をしなさいと、私たちを導く使いなのです。全知識に合うことは必要ですが、阿弥陀如来に奇妙をしないで、全知識ばかりを頼みとするのは、大きな誤りであると知るべきです。何万大仏、何万大仏、何万大仏。